今日はね、1月の25日、夜のね、8時36分です。今日の Amazon の届いたもの紹介は、昨日に引き続き、こちらになります。えー、印刷同時に、えー、今日届いておりました。こっちらはね、ファースト写真集です。今と、当時のね、デビュー当時の、あえち、全然顔違いますよね。で、こっちらイタリア編。こっちら、グ、え、グアムかな グアムかイングアムでえー、っと、えー、帯付き両方とも帯付きになっておりますでこちらは声優グランプリ特別編集ということですね一応水着もこっちはあるっぽいですねであやち 8m の海ということでこういうふうに、ね、書いてありますグアム えね。雑誌、連載、ミカットね。そしてエプロンとか、ミニスカサンタ、浴衣。で、可愛い姿で、お料理、お裁縫と。のように書いてあります。こっちも3000円します、当時。えこっちはね、イタリーですね、イタリア。えこっちが、こっちもね、あ、こっち、ファースト写真者のものはね、こんな感じのえ写真がついておりました。写真って本物じゃないですけどね。 あのカラーコピーっていうかながついておりました。一見、ちょっと誰かわからないって感じですね。<laughs> はい。えー、こっちのあやちんはね、えー、商品説明欄に書いてありましたけども、これ、ミニ頬。ここ、ちょっとわかりますね、傷。これですね。 これ、この傷がついてるということで、まあ、安くはなってましたけどもえ、貫通はしてないということだったんですけども、今ね、ちょっと現状をちょっと確認してみたところ、皮、で、こっちの表紙、えっ、ー、と、本紙の、本紙のやつね。で、ちょうどこのアイス、ここ、 へこんでるっていうかまあちょっと裏見とこんな感じですねちょっと貫通はしてないけどもここもちょっとねへこみがある感じです。 こんな感じですね。当たった後。で、ここも当たった後があります。まあ、本、本自体はね、まあ問題ないんで、安く買えたんで、まあいいとしましょう。ちょっとね、傷ついてもちょっと残念ですね。で、こちらも、えー、3000円となっております。こちらポニーキャニオンですね。ポニーキャンブックスということで。 ややちイタリアの旅ということね。2010年、まあ約5年前ほど。まあ、正確に言うと4年ちょいか。4年ぐらい前ね。で2010年9月の3日発売ということね。イタリアのこれの、えー、DVD、ブルーレイ版ということですね。<laughs> これで、えー、全部3冊揃ったことになります。えー、昨日のやつと含めて。 厚さ的には、ファーストアルバム、ファースト写真集の方が厚いですね。あとの2冊はだいたい同じぐらいの厚さです。1センチぐらいですかね。<laughs> まこんな感じ、ファーストの方がね。ちょっと、ちょっとあやちって言われなのちょっとわからん感じですね。こっちの方が今のアヤチって感じですね。パラパラっとね。 Wow、こんな感じです。<laughs> はい。またね、あやちに興味ある,ある方、えー、よかったら、えー、買ってみてはいかがでしょうか。アバゾンでね、売ってますんで、まあ、ヤフーでもあると思いますけども、あとはまあ、ブックオフとかね、そういう中古のとこもあるかも、あるかな分からんけどね。よかったら探してみてください。 えー、今日の動画は、えー、Amazon が届いた、あやちの、はい、ファースト写真集と、えー、こちらイタリーのね、写真集になります。あやちファーストの方はね、えー、あやちって言われないとわかりません。ほんと、全然、顔質が違うんでね。これ、これと、 これどうですか？ちょいわかんないですよね。うん。では、以上、ご視聴ありがとうございました。